せっかさんですよね。じゃあ次、このチームの試合なんで、じゃんけんお願いします。直接、ラウンド1、ファイト!じゃあこの試合終わったら試合になりますんでお待ちください。さあでは実況の方行きたいと思います。先鋒戦は出生バーサーカー VS スタジオマルプラアーチャー。さあ開幕コンボを決めたのは出生バーサーカー。ここで B 昇竜をしっかりと 2B で潰していって、さあアーチャー側ダメージを取り返していく。さあこれアドバで距離が離れてしまい EC まで入れ込んでしまった頃、しっかりとバーサーカーが痛いコンボを決め返していく。さあ青ビートがこれ繋がってるんですよ。まあ基本的に青ビートじゃねえや、青ビートじゃないわ、なんて言うんだあれ、目が悪いか見えないんだけど、まあ青ビートでいいか。まあコンボ表記が青くなると、まあ繋がってないよっていうことなんですが、まあバーサーカーのコンボとか、まあルビアのコンボとか、一部のコンボは、まあ青く光ってても、繋がってるコンボなんで、まあ諦めてくださいとしか言いようがないです。さあこれガメ足に追い詰められてしまったアーチャーだが、さあ今の上手いですね、やはり。バックステップっていうシステムがこのゲームちょっと特殊で、バックステップの動作中に必殺技でキャンセルができるんですよ。まあ、必殺技を投げと、まあ、解放といった、まあ、各種動作でキャンセルができるんですが、やはりバックステップが距離が長いキャラ、アーチャーとかバーサーカーとか長いキャラはバックステップで距離が離れすぎてしまって必殺技でキャンセルしても、そのせっかく攻撃すかさすために攻撃当たんないみたいなことが多いんですけど、やはり画面端だと距離が近い状態で避けますので、バックステップで攻撃をすかして投げるといった反撃方法もあります。まあ、で逆に中央だと距離を離して突っ込んでいく技で、まあ、反撃をするといった手段もあります。さあと言ってる間に補正技を決めて、さあラウンド取り返すのはスタジオマルプのアーチャー。まあ、だからバサカみたいな牽制がやはり大振りなキャラに対してはバックステップで受けて、例えばライダーだったらストームシュート、セイバーだったらファーストエアとかいった突進技で反撃を取っていくといった感じの戦法がまあ基本になりますね。さあ非常に美味しいコンボ指導を得たアーチャーだったが、コンボミスからバーサーカーのコンボが入って、さあやはりじりじりとして、さあここは上がってコンボを決めているアーチャー。さあバーサーカーが解放を使ってしまったのでゲージがない。さあこれ落ち止めいくのはアーチャー。さあ中段が見せかけた下段から、さあお互い解放してフルンディング。さあ発生保証が残るこの必殺技じゃねえや。さあこれ中段からフルンディング当たるが腹ばいやられだったので、さあこれバーサーカーがもうコンボミス。さあシーズン出してしまう。さあリフガのタイミングが噛み合わない。投影しっかり出て勝利したのはスタジオマルプロアーチャー。あ、すいません間違えました、チーム違いました、申し訳ないです。バゲッツさんのアーチャー、さあ申し訳ないです。